それでは、チームのお名前と、監督のお名前を教えていただけますか。はい、チームは、城南豊昇クラブ、監督の私は川島武史です。チーム創設はいつでしょうか。昭和50年頃だと思います。練習日時はどのようになっておりますか。毎週土日、土曜日練習をして日曜日人選と試合をやるような形になっています。はい、主な活動場所はどちらになりますか。大部分が、玉川緑地グラウンドが主ですね。去年の主な成績を教えてください。まあ、いろんな大会出てましてね、現在今都内23大会出てるんですよ。それで成績っていうのはね、まあ、あんまり勝ち負けにこだわらないんで、とにかく1回戦が必ず勝つと。そうすると次負けてもね、一応勝率5割ということになるので、今のところ勝率5割を目指してるっていうのが実情ですね。まあ、あんまり優勝とかね、その成績っていうのはね、まあ選手にとってはあんまり必要ないんだよね。費用はおいくらぐらいかかりますか。会費としてはね、月1500円ですか。それから合宿費の積み立てとして、1000円別に、取ってます。今選手は何名ぐらいいらっしゃいますか。女子と男子で、60名弱ですね。はい、練習や試合などで、ご父兄のお手伝いなどは必要でしょうか。かなり大勢の人が手伝ってくれますね。特にお母さん方、いろいろと水出しとかお茶出しとかやっていただくので大変助かってます。入部にあたりまして、体験参加などは可能でしょうか。はい、もういつでもやってます。1年中通してやってますが、大体12月ですか、小学校の野球が終わると、大体定期的に、1月ぐらいやってます。最後に監督から入団希望の選手、ご父兄へのメッセージなどございましたらお願いします。そうですね、私自身がね、チームの成績よりも個々にいろいろと学んでいただいて、まあ、できれば自分が有名になると、チームよりも自分が有名になってね、より良い学校、高校大学と野球を楽しんでもらえばね、野球を教える私どもとしては大変ありがたいことなんで、それがチームとしては大事な目標となっています。はい、どうもありがとうございました。お粗末です。